は1年交代だったんですよ、うん、ずっと同じ、うん、人が会長やるんじゃなくって、うんうん、列ごとで、会長交代、係、うん、が交代するのと一緒に会長っていうよりもそういうのはあんまり省略みたいなもんか。そうそうそう、なくって毎年交代で会費とかを集めてやるんですか。そういう時中で。あ、そうですそうです。会費は、今はチリ代とちょっとしか集めてないけど、うん、あの時は2500円か3000円くらいずつ集めてて、それを積み立てしてて、うん、年に、うん、その遠足に行くバス代、それからお食事、うん、それとあとその残ったので、うん、あの年お正月に新年会かなんかで使ってますね。あの年末は忙しいので年明けてからお正月でやってます。新年会か、はいはい、うん、そうか。じゃあこれ積み立ててやったわけね。そうそう、積み立ててお金が出ないように。すごいね、50個前ってさ3000円って結構いいお金。そうそうそう、ね、そう、すごいよね。豪華だね。豪華になりますよね。役所からもらったデータではさ、昭和38年に最初にあそこの場所ができたって感じで。そうですよね、38年ぐらいですね。できたんだって。あの今なんですよ。でその時にいたのが110個もあったって110個万。すごいですよ ね。そうですね、もうだって本当にこんくらいですよね。今だからみんな辞めてったから広げていったけど、初めの。そう、本当にこんだけしかなかったってみんな確かに言うから、ね、そうそう、確かにもうこのあの通る話しかなくて、すごいすごい、いつもいいとこだよね。だから雑貨部も同じ。しーちゃんはあのうちの従業員はその前のトタンの時も1年は過ごしてるんですよ。あ、そうなんだ。美容部員でいて、で新しく入っても見てるので、もう下大変だったって。あの土間、土間だったって。セメントも何も貼られてない土間。あ、そうなんだ。みんなが踏むからさ硬くなってるけど、もうあのね、雨の日はちょっとびちゃびちゃ。よくあんなところに台を置いて、うん、雨漏りもしてたって。そんな時代。そうだよね、そうなんですね。もうあの一番初めにトタン、やった時の話だと思いますね。そうそう、なんていうかな、最初何だったか分かんない。最初なんか本当にもうただね、あの掘ったて小屋から始まってるので、うん、そうそう、それがあの三角屋根になったのが、そうそうそう。あとあのこの新しくなった時は、あの、うん、玉木さんの元の太田さんっていう人が会長さんだったので、あの時代はちょっとあの人が強くて、ポンポンポンって場所も決めてなんかしたって聞いたけどね。今は強かったね。リーダーシップが強くて、みんな強いからね。全員がオーナーですから、もうそれなりにね。で今まで頑張ってきたっていう自負があるから、もうみんなすごかったよ。初めは面白かったんだから。もう台風の時に浸水しなかった？しました。2回は経験してるんですよ、自分が来てからも。その時も商品やっぱりもう捨てるの、そういうのもどうしたの？いやいや、捨てるのはあの運よく汚れた分は保証してくれるので全然大丈夫だったんですけど。あの時さ、新聞見たら亀坊さんもカバーマークみたいなのがあるし、もう一つメーカーいっぱいある、ね。いやいや、もうメーカーはね、あのオリーリー、それから、メナード。メナードもあったの？ありました、ありました。オリーリー、メナード、あとなんだっけ、金棒もあったけど、金棒もあったし、アロエ、オリーリー、あとはちょっと変わった、ナリスもあったし。今ない。ナリスはこの辺はないですね。ナリス、あとパピリオまであったよ。パピリオ、いろいろあった。何名パピリオって大きい日本製？日本製です。なんかあのパピリオあったんですよ。ほら、又吉さんがやってた。ああ、はい、はい、すみません。10本、10本聞いたことある。10本もあったし、あとはもう外国のブランド品 の、 あの香水とか、シャネルとか売ってたわけ、この辺で。シャネルの5番とか10番を、多分向こうから流れてきたもの、そうなんですか。そういうのも売ってたよ、香水もあったね。香水も売ってたし、そうか、ほんとに金子だね、金すぎた時に香水屋さんから何かね、いっぱいでした。でもある時
化粧品だけじゃなく洋服屋さんもあるんでね。そうそう、洋服、下着、はい、靴屋さんもあって、靴屋さん、靴屋さんもあって、靴に草履に、ね、靴に草履、それセンスに、うん、あとはなんだっけ、だいたいこれのさくらさんがほら、調味料、みっちゃんって方はさ、靴売ってたの。みっちゃんねさんはあのセンスです。ずっとセンス、ずっとセンス、親の時代から。あ、そうなの。はいはい、親の時代からあのスカーフとか小物も売ってたと思う。じゃあ2代目ね、彼は、彼女は2代目。2代目です、2代目です。みっちゃんねさん2代目か。そうね、うん、彼女に写真を返してあげなきゃいけないんだけど。ああ、おうちこっちです。そうなんだよ。なっちゃった。近い、ここじゃ、この2階。じゃあ、じゃあ大丈夫ね、うん、全然大丈夫。はい、また話したいなと思って。そうか、2代目なんですよ。2代目なんですよ。親の代からですね。親の代からは、センスっていう、なんですか、アロエの恵子姉さんも親の代からやってるので、長浜さん、長浜さんも、だから親の時代のことを知ってると思います、私たち。あとさ、今大体ね、女性人ばっかり、男性が経営したっていうのか。男性は靴屋さんだけ、靴の、3人ぐらいでやってたんですよ。平和、平和、あの時平和って言ってた、平和シューズとかなんとか言ってた。靴屋さん仲良かったの覚えてないな。今、寺本さんとか、雑貨部って途中壁がありますよね、うん、壁の向こう全部ね、靴屋さんだったんですよ。3軒ぐらいあったわけ、もう靴だけでいっぱいだった。でその人たちがな、辞めたので自分たちも向こうに入れたけど、うん、あそこだけは、うん、組合が別で、うん、組合別で、靴屋さんだけで組合を作ってて、私たちとも雑貨部とも別で、共同って感じでした。でもその人たちもこの会費とかあれは一緒、うん、別、もうあっちとは取らないで、別にやってましたね。別の組合があったってことなんだ。別の組合が隣にあって、だから遊びに行くときは、その参加したかったらその分を出してもらって、向こうはね、ここはここでできるけど、向こうは積み立てしてないので、行くときにかかる費用をプラスで出してもらって参加してた。結局平和シューズが沖縄県内の人なんだね。あ、そうそうそう、全然沖縄の人ですよ。うんうん。みんな辞めちゃったのでね。そうか。1軒、2軒、3軒、4軒あ、じゃないね。5、6件ありましたね。そうか、一人だけさ、入り口でみっちゃんねさんの近くで履物売ってる人がいたのを覚えてるわけさ。あの人は、その隣の隣ですね、今の、前ヒゲさんがやってたところ、その角をやってました、あれは、ヤギさん、ヤギさん、前島だったはず、お家が。履物やってたもうなくなってるの、多分、あの時でもだって、結構なお年でした、ね、兄弟でやってたんですよ。平和シューズ、あのもうあっちだけ靴扱って、この平和シューズが3人ぐらいでやってるんですよ、自分たちがやってるみたいに。女の人2人と、あとこの男の人と一緒にやってましたね。彼だけでしたね、男の人。なんかもう大昔はいたって言ったけど、私たちがもう来た頃には分からないので、みっちゃん、あっちに聞いたら分からず、稽古ね。はいはい。荒垣さんもさ、ちょっと忘れてる。荒垣さんもちょっと当てにならない。ちょっとね、出る時と出ない時とあるので、アロエの中山さんに聞いた方がいいかもしれないですね。最近ちょっとタイミング合わなくて。そうだね。あ、そっか。いやもう特に、なんか、なんていうの、これといったらなんか事件じゃないんですか。そんなのはね、意外とさ、雑貨部はさ、昔からさ、マイペースだらけなんですよ、実は。みんなほら、売るのが別じゃないですか。あ、商品というのがね。商品が。着物市場みたいに着物だけとかじゃなくて、いろんな業種があるので、そこまで、一致団結でもなく、みんなマイペースで。自分ね、そんな感じだったね、あんまりピピーっててーってすぐ集まるタイプじゃなくって、説得して連れてくみたいな。そうかそうか、医療場医療部でね、いろんなね、あれがあるよね、しがらみがしがらみがね、あっちはまた同じの扱ってるから、まあまたそうかもしれないけど、いろいろだったんですよ。だからほら、下着市場だけでは揉めてて、まあ、化粧品は化粧品で揉めてて、みたいなのあったと思うんですね。昔はほら通りながらね、
先に声かけた方が勝ちみたいな。ああお客さんね。ね。あそういう意味ね。はいはいはい、意味もね。今だからあのもうほら ここの会員とかって決まってますけど、うん、昔はそうじゃないので毎日がプロモーションで毎日キャッチみたいな。だってうち あの元の奥さんなんかあの三越前でね声かけてたって言ってましたよ。うん、あそうなの？うん。あ降りてくる人に声かけて、うん、あ下まで連れてきてお手入れしてたわって。え、所さんでじゃあ結局何年ずっとこの新しい店もなってから入ったわけ？うん、全然私は新しくなってからですね。あ、OK です。じゃああと長山さんや。そうそう、長山さんに聞いた方が分かりやすいんじゃないですかね。OK、はい、ありがとう。でも今日だけでも面白いです。どういうふうにまとめようか。あと玉木恵子さんに聞いた方がいいんじゃない？そうだね。彼女もずっと長いので、うん、そうそう。だって18からずっとここしか知らないはずよ、逆に。うん、すごいね。19か18にこっちに来てずっと。そう、太田さんの下で働いてて。太田さんの下で働いててだから。うん、そうか。彼女に聞いた方が分かるんですよ。これからあそこの写真も撮ってこようかなと思って。はいはい、じゃあ行ってみますか。はい。意外とあの、まあ、内地の人だったらもうとんぼ帰りで来て帰る人も、県外からもお得意様としておりそうそうそう、うん、もう来て、もう翌日にすぐ帰るって人が、うん、月1ぐらいの人が、うん、来て、うん、そういう方もいて、そうやってずっと長い間、もう帰って行ってたんだ。コロナになる前はね、うん、ずっと来てたんですよ、うん、休みをあの1日取って、うん、来て仕事ね、うんうん、ああ、いや国立の人が楽しみ一つだったんだね。ちょっと目的で、うん、ここ目的で、うん、ちょっと行く人がいましたね。ああ、それだけすごい信頼されてたんだ。うん、はあ、なるほど。で、うん、他には？もうずっと資生堂一つ時代。そうですね。資生堂オンリーでやってますね。さくらさんの。で、そういう時ってやっぱり県外とかあっちにもやっぱり勉強しに行ったりとかするの？あ、もうこれはもうよくありましたね。その時は玉木さんが行って勉強してるってこと、はいはい、ずっと、あの招待されてよく行くことだったね。なんかすごい政治的に政治的にしてたんだよって話を聞いたけどね。そんなことないですよ。もうみんなさくらさんもみんな一緒なんで、うん、あ一緒に行ってるのか、はいはい、あそうか、うん、それやっぱり定期的にというか毎月とかじゃなくてこういうのね、うん、そういうのもあったんだ。うん、毎月のセミナーとは違って、うん、一応年に1回とかね、うん、そういったあれで、あの毎日セミナーで行ったりはしました、ね。うんうん、なるほどね。はい。それは復帰？前復帰後復帰後ですよ。あ、復帰後ね。そうね。復帰後で、はい。復帰後で、あの、うん、まあ、ちょっと旅行、小旅行を兼ねて、うんうんうん、セミナーを。なるほどね。そうか。会社から直接。はい、あ要するに代理店みたいなのがあって、そうそうそこから持ってきて、そこに注文書みたいなのが会社はあの、うん、山下にあるんですけど、うん、そこからもう直接、うん、でドルで払うって感じだったんじゃないかね、うん、その時は、うん、私はちょっと切り替えの時にちょっと入ったもんだから、うんうん、切り替え、あの半年ぐらいしか、うん、あの切り替えてからもうどんどん来るから、うん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 、そっか、あの古い写真見るとさ、なんかここじゃなくて別の通りで資生堂って大きい看板があるわけさ。あれどこにあったのかなと思って。あ、そう。資生堂じゃない。資生堂はあったのは、うん、あのあっちだね。あの前島あたりにあの頃会社があったから。あ、そうなのかね。あっちに資生堂の看板が置いてある。なんかね、大きい通りというかね。だからね、ピア通り以外に他の通りにこの資生堂が、うん、お店終わったんだねって思い込んでたんだけど、じゃあ違うのか、前島だったかもしれない。あのルミ子さんはその時の病院だから、うんうん、あのよくわからない会社のこと、資生堂っていう看板があるのは、うん、多分彼女がすごい大きな看板だよ、すごい大きな会社の看板だった、うんうんうん、あ、じゃあ持ってきます。うちの母がこのお店を始めて、私が4歳ぐらいの時に始めて、それから母の実家が近くだったもんですから、うん、市場のそれで、まあ遊びに来たりお弁当届けに来たりしてたんですけどね。そして母が用事に行く時とかは、まあ、4歳頃にはちょっと商売はできないから、私は
まあ小学校の低学年、7、8歳ぐらいの時に用事で出かける時はちょっと留守番しててっていうことで座らされたりもたまにね、そういうこともあったんですけども、そういうことで結構ちょこちょこ仕込まれて、まあ、あの学生中学高校の時とかはもう行事の時はやっぱりいろいろ手伝いして、あの頃は平和通りといってもすごい活性してましたから、人通りも多くて、まあ、あの家庭訪問とかまた盆正月いろんなその行事の時はもう親一人では間に合わなくて商品取りに行ったりしてて、で高校の時などにはもう最盛期で私一人で間に合わないから友達をアルバイトさせたりして、そうやっていろいろ商売のコツを教えられて、いずれはもう私ここに継がないといけないなと思ってできて、私も商売嫌いじゃないから、まあいずれはと思ってやってたんですけどね、まあ、母親ももううんと頑張って結局足もやられて、その商売ができないということで、じゃその頃ちょうど私も会社にずっと勤めてたんですけども、ちょうど会社を辞めた時期でタイミングよくてうちの母がもう交代してくれっていうことで、それで交代したんですけどね、交代してから私がもう30何年40年近く今現在至るんですけども、まあいろいろありまして、楽しいこと辛いこと波乱万丈でして、市場の中はでもやっぱ今となればもう全てが思い出になって、まあねいろいろ鍛えられました。復帰前はですね、ちょっと復帰前っていうかドル時代とか、まあ、ベトナム戦争の時とかもアジア系から仕入れみたいなことで買い物に来て、結局スカーフ、その頃はうちの母がスカーフとか売ってたもんですから、それとか化粧品、外国製の化粧品とかそういうものを大量に買っていって、向こうで結局売るんでしょうね、そういうものがあって、でその後はまあ、センスが始まったんですけども、その頃に私と交代したもんですから、私もやっぱりこの市場の中ではみんな親ぐらいの年だったんで、ちっちゃくから知ってる周りの人たち、みんな知ってる人たち でセンスを広げるにしても立てる台がなかったもんですからね、私があの頃台がなくていろいろ考えて厚紙で L 字型にしてセンスを持たせて立たせて商売始めて、もう周りから皮肉も言われましたけどねだけどそうやってるうちにもうだんだん戦争が売れたんです。あの頃新婚さんが多かったもんですからね、内地からので、お土産でまとめてナンダースって買っていって、結構数が出たんですよ。その頃台湾から仕入れて、まあ、日本製品もあったんですけど、お土産って言っても台湾製が出たんですよね。それ台湾の人たちがもう 4、5 名ぐらいで、卸業者が1日何往復もして商品持ってきて、それでももう追いつかないぐらい売れたんですよ、最高に。それからまた大きいセンス、飾り用の内地の商売してる方とかそういう人たちが買っていったりとか、どうですか、売れてます？これはミンサーだね。今日奥さんが向こうにいましたよ。でその前に思った、なんか日本製のスカーフを扱ってたんですよ。でバブル時再生時で日本製のウールとかシルクとかもう結構値段の張るやつがボンボン出たんですよ。だからこの辺の卸屋さんももう嬉しい悲鳴ですよね。我々が売ってくれると仕入れがどんどんできるし、お互いにもほら商売が繁盛してよかったんですよね。だからあの頃はもう最高でしたね。
スカーフ流行ってましたからね、うん、もうあの日本製ですからやっぱりブラジルも高くても買っていくし、うん、であの頃みんなお金があるから、うん、大判のスカーフとか、うん、2万とか3万とかするのとか、うん、もっとプレゼントにとかっていうのもあって、うん、もう商売ってこんなに楽しくて儲かるんだと思ってた。なんかサラリーマンやってるよりはずっといいなと思ってたんですよね。ところがその後からだん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 またあの韓国製台湾製のもの商品が入ってきて、それをナイロンみたいなのをシルクだシルクだって言って、その辺周りの布団屋さんとか傘屋さんとかに商品入れて安い値段で売って、それからもだん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 売り上げが落ちてきて、そしたら卸屋さんももうちょっと商品が動かなくなったもんですからね、かわいそうでした。もうだんだんそれからずっと続いたもんですから、うん、お店畳んで、うん、何箇所かお店畳んで、うん、我々 も結局売り上げが落ちたもんですから、うん、その後に戦争を始めて、うん、それがまた飛ぶように売れたもんですから、うん、もう本当にいろんな商品を特買特買、その場のあれでどういうものが売れるかということで、戦争が売れたもんですから、あの前のあの大英大那覇、早朝に朝午前中にある市場調査みたいな何が売れてるのかっていう、それを着てで母の日敬老の日父の日とかいろんな時にプレゼントによく出たもんですけど、それをまた向こうが置き始めて、入り口でこうやっぱ市場を調査して、何が売れてるか、どういう商品が動いてるのかっていうのを調査して、そしたらもうその時の入り口の方で拡声器持っておセンスがありますとかなんとかって言ってたみたいそしたら国際通りのお土産品屋さんとか田舎の方のお土産品屋さんとかがみんな置き始めて、もう乱売ですよ。だから値段が、だから戦争の始めもこの平和通りから始まって、何店舗か6店舗ぐらいで始めたのがもうあちこちに広がっていって、最初がここですよね。そう、はい、それでもうそれもだんだんもう結構でも長いこと続きましたからね、うん、経営してから、はい、60年ぐらいだな、うん、もうあの戦後復帰以前からやってるから、あ、復帰前、そうそうそう、復帰して50年でしょ、はい、それ以前からやってるから、あ、ドル切り替えから、ドル切り替えから、うん、あのお母さんがそうこの仕事してたんですか。そうそうそう、あ、うん、母が、うん、あの年取ったから、うん、ドルと円が分からなくなったわけ、うん、1ドル1ドルって言うわけよ、1000円、あ、だからあもう危ないね、うん、だから、うん、もう80ぐらいまで仕入れはね、日本製だからさ、全部、うん、あ、じゃあ帰って逆にすごいものはいいわけですね、うん、日本製、あの仕入れはね、うん、あちこちあるわけよ、お店が、はい、ね、丸光とか丸いね、名前は今ないけどさ、うん、はい、本店があって、うん、そこから個人的に仕入れて、うんうん、大々的に内地って仕入れるんじゃなくて、はい、こっちに仕入れてきたものを私が選んでくる、うんうん、大体どういう人たちが買いに来てましたか、那覇。そうね、30代から上だね。30代から上、うん、若いものはないわけ。ああ、うん、あ、ドル交換の人もいたよ。え、ドルと円と買えるおばさんたちね、うんうん、ここに財布持ってるわけよ、うん、で、自分は、うん、あのドルがね、ドル持ってきて円と変えて、うん、円を持ってきてドルと変える、うん、そこにいっぱいいたよ、おばさんたち。あ、そういう人もいたんですね、うん、町田ってお店あるでしょ、はいはいはい、食堂、あそこのとこにあの小さいあの引っ込むところがある、うん、そこに立ってるわけよ、この、うん、このおばさんなんか何してるかなと思ったらドル切り替えた、うん、前はね8時9時までやってたよ、ああ、うんうんうん、ナイトショー帰りの人が歩きよったっけ、はい、ナイトショーってわかる、はい、あの映画の映画、はい、
映画が帰るの大学くじだろけナイトショー、それが帰るまでいたよ、うん、今はもうナイトショーもないさね、うん、平和通りあたりで、うん、いいところがあったら紹介してね。はい、わかりました。じゃあよろしくお願いします。どうもありがとうございました。まだ決めてないわけ、うん、のんけだから、うん、ここに来たいきさつは、まあ、2012年の、うん、と10月から始めたので、まあ、約9年ちょっと、まあ、こちらにいて、で、まあ、ここに来る前はと、まあ、インターネットをメインで販売してて、で、そのもっと前はと、まあ、道売りとかあの国際通りで販売したりとかで、まあ、日本全国いろんなところで、うん、販売したり、あの点々としながらこう移動してたんですけども、まあ、沖縄が一番住み心地よくて、まあ、こっちに来ることになって、で、まあ、そうですね、気楽に出せる場所があったので、で、まあ、この雑貨部に入って、お世話になってきたという感じですね。あの那覇市の広報誌、あの市民の友でした、そこでたまたま見つけて、で、まあ、あのインターネットで販売しててもやっぱ人との触れ合いないので、あの、まあ、それを見てこちらで、あの入りました。最初出し始めた時は、まあ、日本人のお客さんが割と多かったかなって思うんですけども、まあ、途中からはあの、まあ、中国系の方とか、まあ、海外の方がかなり増えてきたっていう印象がありますね、うん、こういう形でつける2、3がになるんですけれども、はい、これは一本一本手作りですよね。そうです、手作りで作ります。中に薄いプラスチックのプレートが入ってるんですけども、うん、こういうプレートですね、はい、でこのプレートの周りに糸を巻きつけて作っていきます、うん、でこのプレートは見えなくなるんですけど、皆さんに願い事とか、うん、あの目標だったりとか夢とか、うん、そういうことを書いていただいて、で中に封印するみたいな形で糸を巻きつけて文字を入れてこう作っていきます、うん、でこれがまあ大体1時間ぐらいでできる感じですかね。はい、1時間でできちゃうんだ。そうです、その雑貨部先輩、強烈な先輩方が多いんですけども。ああ、そうですね、強烈な先輩方とうまくやる、はい、コツというのは。ああ、そうですね、うまくやる地元のお姉様方と、はい、まあ、基本的には、まあ、こっちに来てすごくよくしてもらってて、まあ、男子がいないからね。そうですね、若いのが来たらやっぱお姉さんに可愛がってましたね、うん、本当にありがたいなっていう感じ。ただなんかそのまあ7年近く一応組合長をさせてもらって、はい、でまあいろんなこのトラブルが起こるところで、この、まあ、やっぱり間を取り持ったりとか、どうしてもまあ面倒くさくて言いたくはないんだけれども言わないといけないことが出てきたりとかすると、うん、やっぱりもうわだかまりがまあそこでできちゃうので、うん、まあ非常に気を使ってそこは、うんうん、そうですね、ただまあ言うべきことは言うっていうことがやっぱりそこはちょっと大変だったかもしれないですけど、うん、けどそれでまあいろんなこの逆にね、地元に、ね、より地元にこう根付いていくっていう、ええ、そうですね。Yeah.